タワラ山トンネルは、熊本県道28号熊本高森線、タワラ山バイパスの道路トンネルである。熊本県阿蘇郡西原村と、同南阿蘇村の境に位置する。1993年から、熊本県により整備が進められ、本トンネルと全長757メートルの南阿蘇トンネル、4本の橋梁を含む、約6キロメートルの区間が2003年10月10日に、 開通した。本トンネルは全長2057メートルで上下各一車線。上下線の入り口手前に電光式警報表示板、トンネル内に45台の押しボタン式通報装置、24台の非常電話機などが設置されている。2016年4月14日より発生した熊本地震では復興コンクリートが崩落する被害を受けた。 国土交通省九州地方整備局は2016年6月29日から本トンネルの補修工事に着手すると発表。同年12月24日、同トンネルを含む県道約 10km の仮復旧工事が終わり、地震による通行止めからおよそ8ヶ月ぶりに復旧した。田原山峠の急道は道幅が狭く急カーブが連続し、陶器には 路面凍結が生じる難所であった。本堂の開通により 3km ほど短縮され、熊本市街、熊本空港方面と、南阿蘇村、高森町方面を結ぶ主要な観光ルートとして、1日あたり、平日5100台、休日8800台の交通量が想定された。ありがとうございます。